そうか、あれカット食べれないもんね。食べれない。うん。別にビール飲むからいいんだけどね。でも牡蠣だけじゃないでしょ。牡蠣屋さんどうぞ。牡蠣って。あ。え、そんな久しぶりやるの。あ、あそこ行ったの、行ったじゃん。でしょ。じゃあ KP しますか、うん、はい、じゃあスーさん、はい、まだちょっと何日前だっけ、記念すべき、記念すべき P 祭 KP、はい、乾杯。ちょっとだけ違うな、7から8かな、うん、その頃にちょっとだけ抵抗あるんだけど、もう別にいいよね、うん、40過ぎたら一緒、うん、本当にそう思う。これに入っておりますのがトマトとチーズのカプレーゼ用意してあります。でこちらの方ですね、オリーブご用意しております、うん、エビの方が南蛮漬けをご用意しています。最後に生ハムのサラダをご用意しております。ご注意ください。いただきます。うん、エビちゃん美味しい、ね、うん、チキンケバのサラダ、それでも社長じゃない、社長行かないもん。それ でも社長って言ってたんでしょ。 YouTube とか見て、私はもうあえて手動にした、自動よりも。なくてもいい、なくても全然いける。ポテト、うん、そうだと思う。あとあの、うん、洗う量をパンパンに入れなかったら簡単なアイロン代わりになる。そうなの、うん、こういうシャツとか。あ、そうなんだ、うん、パンパンに入れるとダメだけど、ふわふわぐらいに入れると、うん、結構アイロンかけなくてもいけるぐらいになる。こちらのやつマンサラタスといいまして、中東のお野菜のサラダを用意しております。こちら、ごゆっくり召し上がりください、はい、そう、どんだけ朝ドラで語っとんの、うん、そうそう、うん、あ、でも私はいいよ、信子とさ、信子も幸せになってほしいよ。毎週金曜日に言うもんね、テレビにとって。なんでそうなる？いや、そうだけど、幸せになってほしいじゃん。両思いって最高だよ。ワイン飲みますか？影響力はないけど、影響はされやすい。それダメですね。そうだよ。研修いただきます。わー綺麗、夜景綺麗やんね、うん、なんかいいよね、やっぱ夜景見ながら食べるって最高だね。ねえ、あー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。イエーイ、何そのダブルピース。ダブルピースでしょ。ダブルピースの逆光だよ。そうだよ、おめでとう。なんかこれ何年も前から同じポーズが何回もする。いいじゃんさ、今年のダブルピースでさ、撮った、いいね、撮ったよ、3回撮った。なんだよこのアラフォーアラフィフ軍団、大事大事、このノリ、昭和パワー、昭和パワー。じゃあ昭和の歌作ろう。昭和の歌作る、うん。
ここから駅どうやって行くんだろう。昔の丸園どこって言えばいいのかな。すいません、前失礼します。失礼します。ちむどんどんするぜ。ふぅー、すいません、どうぞ。はい、ありがとうございます。お願いします。私のビール、これ難しいよね。ポイ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 。私はいい。さあ、あとあの笑顔が。あの BTS のね、スリッコぐらいにはいそうな感じ。そう、スリッコにいそういそういそう。真ん中じゃないんだけど。センターだ。スリッコにいそう。真ん中じゃないです。失礼なこと言って。ヒゲサービス。やったー。最高。最高。ありがとう。イエーケーピー乾杯や。あー、またすいません、本当に前回はご迷惑をおかけしました。またぜひよろしくお願いします。ご連中なさってます。まあ基本パリピです。あなたよりもう俺の方がやばい。なんで、うん、すいません。何